和田行主は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。上野国群馬軍は田里の国衆。和田城主。和田氏は、山内上杉支配下の国衆であり、おじかつ岐である、長野成政率いる美野は長野氏の同心であった。父は、天文15年7月に戦死し、その後家督を継いだとみられる。当初は、関東官令。 上杉の政に仕えていたが、同21年3月に県政が、ご北条氏との抗争で、越後国に逃亡した後は、長野成政と共に、北条氏康に従った。A63 年8月に県政を要した、長尾景虎が、関東侵攻を開始すると、美濃は長野氏と共に噛みすぎ方に従い、関東幕注文では、 美濃は州の一員として、和田八郎の名前で存在が確認できる。この際に、上杉氏に弟を人質として提出している。その後の、翌4年11月に、武田氏は、西上の信仰を行い、郷茂は、翌5年5月までに、武田氏に従属している。郷茂は、永六五年12月までの間に、甲府に散布し、本来は妻子、祭祀。 従類を品のへ移すべきところを、和田城周辺の情勢が不安定であることや、和田市そのものに悲観が不足していることから老母を人質に出すことで了解を得ている。紅葉軍艦によると、和田市の軍役は30機となっており、上野戦方州の中では、下から3番目に少なく、当初の和田城の規模も国州としての規模も小さいもので、あったと考えられる。 しかし、和田城が、上杉法の馬山市場や美濃和長野市の美濃和城に、対して、最前線に位置する用地であったこともあり、信玄の支援で、和田城への武田氏不大家臣の常駐、城郭の強化、武器、食料の充実、有事における援軍の派遣など様々な便宜が、図られることになった。また、上杉氏に提出した人質の弟も、武田氏による、 人質変換交渉により帰還した。上野に、たびたび進行した、上杉謙信も、和田城の攻略を狙い、A66 年うる12月から翌年4月までに、断続的に攻撃を行い、同8年8月にも攻撃を行った。しかし、武田氏による回収により和田城が堅固なものとなった、ため、攻略することができなかった。a 6九年に、美濃和城が、 武田氏によって攻略され、武田氏による西上の支配が安定すると、和田城周辺の情勢も安定し、武田氏不大家臣の常駐などの事実も見られなくなる。君が、合掌取りで後。A61 年末から、武田氏と、御法上氏の抗争が発生すると噛み過ぎ方に、離反の動きを見せ、元気元年頃に、献身宛てに差し出した書状も存在する。 しかし結局武田氏のもとに残留した。信玄が死去すると引き続き武田勝頼ばっかの先方衆となり、天正2年7月には、駿河、東東海方面への出陣の交渉として、東東海国山口にて五百官分を与えられている。翌3年の長篠の戦いでは、牢城する長篠城を俯瞰できる対岸の君が、合唱取りに布陣したが、 5月21日、徳川方の堺中忠の奇襲に遭遇して戦死した。後、無子養子、新行が継いだ。ABC 黒田元木、和田行、茂る、武田鹿診断人明治天東京堂、出版、2015年。ABCDF 黒田元木、第三章和田氏の研究、戦国大名と、戸山国衆造法改定、恵比寿交渉出版、2015年。 ありがとうございます。